大人のプラモデルをね今から見せたいと思いますんで、多分ねもうね1分ぐらいできるんちゃう。新製品できました。おー、はい、あえて、はい、あこれはありがたいですよね、はい、モーター皆さんこんにちは、モーターズの森です。今日はですね、あの大阪府堺市にありますレーガンスさんの方に来ました。前回ね、あのレンタカーのあの動画見てもらったと思うんですけれども、今回はね、あのね車中泊する方にはねすっごい便利なねベッドキットなんちゃらっていうのができたらしいんで、紹介していきたいと思います。早速ちょっとね、もう作業のねところからねちょっと入りたいと思います。こんにちは。こんにちは。すいません、なんかお忙しいところ。いえいえいえ。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。いや、お久しぶりです。今回、なんか聞きました。はい、あのベッドキットで、なんかちょっと便利なもの、できたということで。そうなんです。はい。あの今回それを紹介させてもらいたいんですけども、はい、ちょっとね、初めての方もいらっしゃるんで、はい、簡単に自己紹介をお願いしてもらってよろしいですか。はい、はい、どうぞ。はい、ちょっと株式会社 J クラブレガンスの宮島と申します。一応営業としてスタッフをやっております。はい、株式会社 J クラブの今井と申します。一応作業場としてやらせてもらってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。普段はハイエースのカスタムパーツをメインとして、はい、やっておりまして、こういったエアロパーツを取り付けたので、まあ、ホイールであったりとか、はい、オーバーフェンダー、エアロとか結構ドレスアップに力を入れてる。なるほどですね。はい、もう知ってる方はね、オートサロンとかオートメッセでね、内装がね、バチッと、はい、決まってるやつ、はい、前回うちレンタカーもやらせてもらいましたけど、はい、めっちゃかっこいいやつね、はい、あちらがまあメインでやられてて、今回まあそこの、まあ、ところから商品開発で、はい、新しいベッドキットみたいなのを作られたというところで、はい、はい、なので今回ちょっとね、それをね、はい、ちょっと見させてもらいたいんですけども、はい、それとまた別個で、はい、もう一個なんかあるんですよね。そうなんですよ、はい、じゃあまた新製品で走行充電キットを作りました。ポータブル電源を普通に走行充電できない設定なんですけど、あーなるほど、走行充電できるようになります。あー、あとまあその車止めてる時にも電気を供給できる電装君、はいはい、昔ね実はよう見てくれてる人やったら知ってるかもしれない、うち1回イベント会場で電装君軽く紹介させてもらったんですけど、はい、結構話題なんですよね。そうなんです。車エンジン切った時にテレビとか DVD とか車に装備されてる、画面で見れるという、はいはいはい、これね意外とね皆さんね意外と画期的なんですよ。はい、普通は車中泊する時エンジン切ったら車の電装系は何も使えないのが基本なんですけれども、 そうですね、そういうまあ物を見るとか、まあ、もしダウンライトつけたい人やったら、まあ、それぐらいのものであれば、はい、ある程度ポータブルバッテリーから、はい、供給できるような配線があるということなんでね、はい、今回ちょっと2つ紹介させていただきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。これがまあベッドのキットのキャビネットの、はいはい、パーツですかね、はい、でそこに上に置くマットがあって、はい、何種類かあるんですかね。こちらがポータブル電源になります。ポータブル電源、はい、で、これが何ですか。これが、その電装くんです。お、僕初めて見るんですけど、はい、この線を電装くんって言うんですね。そうなんです。これが、まあ、組み合わさるような形になるんですかね、はいはい、これを何らかの形で、はい、車に組み込んで、はい、まあ、さっき言ってたような、はい、エンジン切っても、はい、電装系が使えるよっていうやつになるんです。そうです。まあ、実際これ通販で買うの簡単やと思うんですけど、はい、取り付けるのめっちゃ大変じゃないですか。ある程度そのナビの周りとかパネル外せる人ならば、はいはい、取り付けようって簡単だと思います。あ、そうなんですね。 OK です。まあね、その辺はね多分ね皆さんどれぐらいの人やったらできるのかって分かんないと思うんでね、これ実際つけてもらって、まあ、僕もちょっと手つないながらどれぐらい大変なのか、はい、簡単にできるもんなのかっていうのはね、はい、ちょっと見ていただければねいいんじゃないかなと思います。はい、でもし電装君興味ない人はね、ちょっと後ろの方でねこちらのベッドキット、はいはい、取り付けもねやりますんでね、もし興味ない人は後半の方から見ていただければいいかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。宮島さん、早速、はい、まあ、簡単にできるって言ってたやつがほんまに簡単にできるのかと、はい、僕はここでチェックさせていただきます。わかりました、はい、通販で買って、あ、これぐらいやったらできるなと思う人は、まあ、通販で買うのもいいですし、難しいなと思ったら車屋さんにお願いするのも全然いいのかなと思いますんでね、こういった商品ですよっていうのだけちょっと見てもらえればいいかなと思いますんで、はい、じゃあ早速よろしくお願いします。お願いします、はい。まあ、まずはその傷とか、はい、つかないように、はい、養生だけさせてもらいますね。
で、これから何がどうなるんですか。これからは外す、ここを剥がしていきます。あ、ここの部分を外す。剥がしていきます、はい。こんなん外れます？外れます。外れるんですか。はい、わかりました。じゃあちょっとね、早速その辺でやってもらいたいなと思います。じゃあお願いします。はい、はい、お願いします。まず、こっちの左のコーナーの方から外していきます。おお、外れましたよと。はい、で続いて、はい、冷蔵庫を取り付けるにあたって、はい、ナビの裏に配線をかましたいわけなんで。なるほど。ナビをまず外していきます。ナビを外すと、はい、ネジを4箇所かな。そうですね、4箇所外せばいいんですかね。はい、じゃあ4箇所外れました。で、はい、ナビが、ナビを引っこ抜きます。おお、はい、はいはいはい。早速じゃあ冷蔵庫につけていただきましょうか。この辺はあれですよね、ちゃんと説明書あるんですよ。あります。あるんですよね、もちろん。はいはい、説明書見て皆さんにちょっとやってもらって、はい、よいしょ。はい、容量としてはこのカプラーが本体側から来てる電気と、はい、このナビ側から出てる電気に間にかましてあげるんです、はい、なるほど。繋がってるところに、はい、でこの線が後ろに行くっていう容量でこれを接続していきます。はい、もう一つ電装君のスイッチがあるんですけども、はい、これでスイッチが、電源オンオフのスイッチがあるんです。なるほど。そっちもつけていかないといけない。はい、やっていきます。はい、でそれを本来ハイエースにあるボタンの開いてるところを使ってスイッチつけると思うんですけれども、はい、なんかその辺でなんか注意するところとかあったりするんですか。そうですね、やっぱりそのスイッチ自体はこのメクラブザのところに、はい、開いてるところにつけていただくんですけど、はい、やっぱこのメーター周りが一番つけやすいかなと。この右下、はい、開いてるところを見つけましたので、はい、こちらにスイッチをつけていきたいと思います。ちょっと肩が違うとね、開いてるボタンがどこにあるかっていうのはちょっと違うかもしれないですけど、まああのハンドル周りにつけるのが一番便利かなっていうところですので、まあつけるところは皆さん好きなところにつけていただいていいかなと思います。はい、はい、じゃあ早速ちょっとその辺作業ちょっとお願いしてもいいですか。はい、はい、すいません、はい、お願いします。これをそちらのスイッチのつなぐところまで持っていくっていうことです。まず純正の目くらを外していきます。はい、外れました。はい、はい、これでスイッチがはまりました。なのでこれでスイッチの作業は終わりですので、パネルを元に戻していきます。次にボディアースを取っていきます。このプラスチックが結構あるので、鉄と鉄がちゃんと当たってるところを使ってください。これでアースを取ってます。こちらの配線がありまして、これが電装君が出てる配線で、それにこれをつないでいきます。でこっから伸びた線が後ろまで届くようになってますので、あとはこれを下から引き伸ばして後ろに回していきます、ね、で次グローブボックスを外していきます。でこれでグローブボックスが外れましたので、こちらの配線を引き込んでいきます。はい、これで配線を引き込みましたので、あとはナビを戻していきます。これでナビの方を戻していきました。で次にここから伸ばす配線あるんですけれども、こちらを後ろに回していきますので、次に、配線をここの、リアのスライドの、真ん中の方まで持ってきましたので、次にここから付属するシガーを接続していきます。ここにもうここからはもう配線を後ろまで引っ張っていくだけの作業になりますので、もうほとんど終わりに近い、はい、はい、
配線を隠すのは一応このスライドのステップまでで、そのステップの後ろから配線を出していただいて、配線は終わりです。で、今回はここからメインディッシュ、はい、僕が一番やりたかったやつ、はい、あのベッドキットを、はい、まあ組んで、でポータブル電源入れて、はいはい、まあこれメリットね、今回僕これ注目してるのはポータブルバッテリーって買ったらあの置く場所がスペースがまあ言うたら空間ちょっと損なわれるんですよね、はいはい、それがちゃんとね収納できるのももう設計されてて、そうで配線も取り回しできるようになってるんで、今回ねあのまあベッドキット組むだけの人やったらポータブルバッテリーも結構買う人多いと思うんで、まあその辺のことも考えてこれ買ってもらったら結構ね広々と車内が使えるんじゃないかなというので、実際それであとこれがねこれ10個と送られてくるんで、まあ要はこれをもう組み立ててやればいいと、でそれが簡単なのかどうかというのだけちょっと僕もやらせてもらって確認したいと思いますんで、まあ僕ね結構プラモデルは好きやったしあの得意やったんで、大人のプラモデルをね今から見せたいと思いますんでよろしくお願いします。お願いします。多分ねもうね1分ぐらいできるんちゃうかな。お思いつか、はい、頑張るで、はい、じゃあ宮島さん、ベッドキットください。あのその前にまずね、固定するフックを外してもらってください。フックを外す、はい、大変なんちゃうんそれ大丈夫なこれ、またそれ、何ここ後ろだ、はい、あ、なんかこのハイエースってこういうなんかフックがね、ついてるらしいんでこれを外す。そうです。あ、外したらいいだけ。そうです。はい、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 おう、ある程度緩めた手で取れですね。これがじゃあ4箇所あるんで、これの金具をまず取ってくれっていうことですね。はい、はい、じゃあこれね、取っていきますね。これちょっとね、1分は無理です。まず。多分ね、1分ぐらいでいけるんちゃうかな。ねえ、まあ、別にでも作業的には難しくないです。さて、こっちは取っといてくれたんで、4個。はい、はい、取りましたよ。ありがとうございます。はい。そしたら次、はい、もうベッドキット行きましょうか。ベッドキット行こう。はい。じゃあ森さんお願いします。はい。ちょうだい。はい。これをこちらなんですけど、うん、これが形的に右の前。右の前。こっちか、はい。そうなんですよ。はい。で、ここのフックが穴が。あ、さっき止めたやつ。それをあそこ。はい、ああ、なるほど。はい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 。まず置くだけ。置くだけ。まず配置だけ。はいはいはい。はい、次ください。これは右の後ろ。はい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 。あ、まあ、あとね、重さ的にも全然重くないっすね、これは。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれが左前。はい、はい、これでもう半分、ほぼ完成。あとこれを元のとこにつけたらいい。いや、違います。あ、違う、ま、付属のネジが。あ、そうかそうか、長さ足らないっすもんね。そうなんですよ。これをさっきフック外したところに、はい、入れていくと。そうです、はい、で上からちゃんと穴開いてるんで、ね、まず線を一回後ろまで持っていかなあかんですね。そうですね。はい、はい、でちゃんとねあの切れ目があるんでそこの中を通していく感じで切りましたよ。はい、こんな感じでね、はい、じゃあ配線は OK、はい、でこの延長されたボルトを、はいはい、上から入れると合わせて上からね穴が見えるんで下にでこれを入れてで、あのまず軽く、あ、軽く手で締めるぐらいで、そうですね、はい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 、うん、これで軽く今も締まってる状態ですね。はい、4箇所、これを4箇所、はい、ほんならこっち後ろ行こうかな。こっち行きますよ。でね、ポイントはねここのシートの下のこれをめくって、そうなんです、んだら下の穴が見えるんでそこに合わせて上から手で軽く締めると、まずは、はい、そしたらね今ね、まあもう手伝ってもらいました。1つに対して1個のネジで止めると、まあ今ちょっと仮で止めてる状態ですね、はい、今の状態だと、はい、このキャビネットと同士がずれてると思うんです、はい、ああ、ちょっとね、この境目、はいはい、まあ、別にこのぐらい僕は大丈夫ですけどね、まあまあ気になる人は、はいはい、で、これを次切って調整するためにここに3つ穴が開いてるんですよ。 1,2,3 でね、あるんで要はこれと分離してるのを連結させると。そ
いうことですね、はい、OK です。小さいビスで3つ3つでつけるというところですね、はい、こう合わせながら止めていくと、はい、ときちっとピチッとなるってことですね。そうです。はい、もうこれ今くっついた状態になったので、でこれをじゃあ、増し締めというか、はい、それはちょっともうちょっと濡れてるところが、もうちょっと、はい、すごいな、これでもきちっとしてるんですね。はい、はい、これでもう今一体化したと。はい、はい、OK。あとこっち。はい、いっちゃいます。よっしゃ。はい、キャビネット完成しました。まあ、ニトリとかでね、家具組み立てられる人やったらこの辺はもう楽勝ですよね。あのネジの穴だけ、はい、合わすのだけコツがいるかもしれないぐらいです、はい、はい、これでもう下を打ち込んで最後増し締めして固定するとかいうところですね。はい、はいはい、もうじゃあこれでね、もうさっき入れたところね、ちょっと固定するだけなんでパパッとね。そしたら今これ、くっつけてやったので、はい、これも一体化して、で、まあ、下のネジも止めたんで、はい、もうこれで固定されてますと。で、あとその次はどうするんですか、これ。もうその下を固定し終われば、はい、ベッドマットと、はい、ポータブル電源、はい、を入れなあかんですね、はい、こっからが今までにないベッドキットの、はい、新しい部分ですね。そうです。はい、こっからレガンスさんで発売しているこれがポータブル電源です。アイデアというポータブルバッテリーですね、はい、これを、はい、まあ、本来ベッドキットを買ってこれ買ったらこれどっかに置くっていう場所が必要になってくるんですよね、はいはい、で収納したら線が使えないっていう問題ができるんですよ。でそれを両方解決してくれるのがこちらのベッドキットでございます、はい、なのでこれを、ここに入れたらいいですか。そうです、はいはい、これを専用設計、はい、これを上から入れます、はいはい、上から入れたらこれあれ宮島さん、はい、コンセント使えなくないですか。大丈夫ですか。大丈夫です。こっちに見てください。コンセント来てると思うんですけども、はい、ここの裏から配線が実は出てる。ああ、さっき線ありましたね。これ線があるやつね、はい、これがこのちょっと辿ってみてます。はいはいはい、はい、後ろ来てますね、はい、で今何もないですね、これ、はい、これをポータブル電源の後ろに接続してる。ああ、なるほど。あのアイデアのバッテリーの後ろにコンセント挿すとこがあって、まあ言うたら延長コードみたいな感じ。そうですね、はい、でここで今挿したんで、今ここポータブル電源のコンセントがここで使えるような状態になりました、はい、うまいこと考えました。素晴らしい、はい、でこれでまあバッテリーも収納できて、はい、でコンセントも使えると、はい、はい、いうことですね。あとでもこれ充電するとき、はい、これ出さなあかんっす。そうですね、充電するときは出さないといけないんですけど、はい、まあ、家庭用コンセントとか、はい、だからまあ家でもし充電する人は、まあ、ここからスポット出してくださいと。ソーラー充電であれば、はい、ここに あこっちから充電できると、ここにつないで、はい、ソーラーパネルを置ければ いいと。出す必要なんです。電装君のこれなんすか。これがね、ちょっと配線でずっと、はい、後ろ持ってきましたね。持ってきました、はい、電装君になります。じゃあこれをここのシガーの、はい、入り口みたいなところに刺すと、はい、はい、でそれでこれで電装くんがハイエースのエンジンを切っても、はい、これのバッテリーでモニターとかが見れるというとこまで来たわけですね。来ました、はい。キャビネット完成して、はい、ポータブル電源も入れて、はいはい、で電装くんでエンジン切っても、はい、モニターが映るようになりました。はい、よいしょ。こっから、はい、あと皆さんね、必要なもの、ベッドにするタイプなんで、はいはい、まあ、そのマットをどうするのかですよね、はい、まあ置くと思うんですけど、はい、じゃあ早速ねベッド置いていきたいと思います。はい、はい、これね前ってちゃんとね印つけておいてくれてはるんでね、はい、はい、前なんでフロント側ですね。そうです、はい、これを置くだけ。置くだけです。ここ、そうですね、そこに合うようになってるので、はい、次は3番ですね。はい、はい、4番です。はい、まあ、この辺はもう簡単ですわ、乗せるだけなんでね、
これ最後、はい、最初キュッと、はい、完成。まあこれはもう簡単で、そうですね、あの前から入れていくだけ、はい、で、あの最後ね、キュッて入れるぐらいがね、ちょうどいいかなと思うのは、やっぱ走ってるときギチ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 音するの嫌じゃないですか。だから結構ね、きっちり作られてるんで、あの結構、あのなんていうんですかね、走ってても、はい、ギギギギガチャ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 言わなくていいんじゃないかなと思います、はい、で、このマットっていうの選べるんですか。そうです、実はこれエントリーモデルが3種類ありまして、はいはい、エントリーモデルっていうのがこれで、はいはい、ベッドマットカラーが5色、はい、色が5色、はい、で、実はこのキャビネットも色が選べるんです、はい、おお、なるほど、はい、まあ、この辺はじゃあ好みで選べるというところですね。そうですね、はい、そしたらもうこれがね、大人のプラモデル、キャビネット組んで、はい、バッテリー入れて、マット引いて、はい、完成というところですね。ごめんなさいね、最初1分ぐらいって言ったんですけどね、どうやろうな、15分、まあまあ慣れたら15分、まあまあできるかなと思います。はい、なので、あともう一つ、はい、疑問。疑問、はい。はい、これ、はい、どうやって充電するのって話なんですけど、はい、まあ、普通ポータブル電源は家で皆さん充電して、はい、キャンプ行く時に持っていくということなんで、はい、まあ、取り出せばいいのかなと思うんですけど、はいはいはい、なんか走ってる時とかに充電できたら便利じゃないですか。そう、そういうのってやっぱ難しいですかね。いや、実はね、あの今までなかったんですけど。ないですよね、あんま見たことないんですよ、実は、はい、新製品できました。お、はい、これだってでもバッテリー的には100アンペア、100アンペア、そうですね、アワー、はい、で、はい、これまあまあ容量大きいんで、はい、できます走行中で。できます、いけると、はい、作ったと、はい、なるほど、できたてのほやほやのね商品があるらしいんで、ちょっと物持ってきますね。はい、はい、これがあの走行充電器、走行充電器です。新しいのができたというところ で、はい、で説明書が、はい、あ、こういうなんか商品が結構簡単なやつなんです。そうですね、もうめっちゃコンパクトに、もう配線をつなぐだけみたいな。これなんで今までなかったんですか。まあ、そうですね、今まで結構この制作にあたって長時間使うと熱が結構あったので、はい、ああなるほど、対応とかでテストテストでも安心安全の日本製でございます。あ、はい、メイドインジャパン、メイドインジャパン。じゃあもう次はね、はい、走行充電、はい、実際、まあ、できるんかっていうところをね、はい、やってみたいと思います。宮島さん、これが、まあ、はい、車のシガーにつけたらいいですか。そうですね、ただ、はい、あの純正を推奨します、はい、あの受け口の方、そうですね、はい、他社製品だったりとか、はい、他のあの延長したやつとか、はい、あと、やっぱ熱持ったりとかで、はい、危ないっていうことがありますので、クオリティが保証されてないんで、まあ、その純正の部分を必ずこれにさせようにということですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあこれまず刺しましたと、はい、はい、刺しました。走行中なんでバッテリーは、まあ、自分が安全なところに、まあ、前の下に置いてもいいし、置くようにしていただいたらいいんじゃないかな。今ちょっとパネル見やすいようにこっちに置きました。はい、はい、で、こっちのもう一個の先っぽを、はい、どこに刺すんですか。ここで、ここに、はい、もう刺していいんですか。刺してください。はい、じゃあ刺しました。はい、で、今何もエンジンかかってません。はい、これであとはもうエンジンをかけるだけです。だけで充電される。はい、はい、OK です。じゃあエンジンお願いします。はい、今エンジンかかりました。そしたら、おお、メモリが動いてますね。これ充電してる。 100W、 100W で充電するってまあまあっすね。そうですね、僕、はい、と思ったんですけど、はい、え、これこのままビューって線後ろ持ってって、はい、後ろでこすってさせて充電したらいいじゃん。多分そうだと思うんですよ、本当はそうしたいですよ、ね、それ一番便利ですよね、はいはい、ただやっぱり線短いですもんね。短いんで届かないんです、はい、あえて届かないようにしてるんです。あえて、はい、あえて、はい、やっぱ安全面を考慮してっていうのと、はい、やっぱこの線が長すぎるっていうのはあんまり良くないんですよ。走行充電器自体に負荷がちょっとかかっちゃうんです。そこでの安全性もあるし、はい、バッテリー的にも、そうです、まあ、ずっと充電しちゃいっぱなしっていうのもちょっと心配な部分もあるし、まあでもこれあれですよ、過充電したらちゃんと落ちるんですか。そうです、 BMS っていうのはバッテリーマネジメントシステムっていうのがついてますので、はい、なので、まあ、家で充電しっぱなしでも、まあ、ちゃんと満充電になったらピュッと落ちるような形になってるか、はい、ということですね。じゃああとはもうね、これ、キットができたんで、あと、ね、気になるのね、皆さんね、そちらの方だと思うんでね、その辺はね、ちょっと一回じっくり聞きたいと思います。宮島さん、今日暑い中、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、僕多分2キロぐらい痩せました。本当ですか。はい。そしたらね、もう皆さん気になっているのはこちら価格の方やと思うんですけれども、はい、まず最初の方に紹介した電装くん、電装くん、はい、ありますよね、はい。エンジン切った状態で、はい、まあ車のでテレビであったりとか、はい、DVD が見れるよっていうやつね。はい。はい、あれはいくらぐらいなんですか。そうですね、電装くんはですね、はい、まあ、37,950 円。あれ
れ1個あるだけでね、結構便利やと思いますよ。はい、またモニター1個買ってね、電、はい、バッテリーするつなぐとかって大変なんでね。そうですね。もうそのままあの車の中のもん使えるんでね、はい、あの余計なもん後から取らなくていいんでね、そっちの方が便利かなと思います。はい、そしてあと次メイン、はい、はい、ベッドキットとポータブルバッテリーの、はい、キットといいますか、はい、それになるんですけれども、はい、まあ実際このバッテリー自体が結構するんですよ。これは僕も知ってて、はい、まあまあ容量があって、これ 何本ぐらいの容量あるんでしょう。これ大容量で 1000W の 1500W アワーあります。 1000W の1500とかいったらもうほぼほぼ家電使いますよね。そうですね。でキットまるっとになるとおいくらですか。399,300円。これは税込み、税込み、おお40万切りました。よいしょ。これ結構こうね、ベッドキットだけどもね、単体で買ったらするし、バッテリー買ったもするんでね、はい、結構これはいいんじゃないかなと。あとまあ僕も動画の中で一生懸命やってたんですけど、まあプラモデル好きな大人の人やったら、はい、ある程度組み立てれるかなというところですね、はいはい、そうです、はい、なので全然その辺は問題ないかなと思います。今回こちらのマット使用したんですけど、はい、これ種類によってちょっと値段変わったりもするんですかね。そうですね、まあ、マットの厚みとかがちょっと変わってくるので、はい、なるほど。これが一応3種類あるんで、まあまあ値段もちょっとそれによって違うんで、まあ、その辺はホームページ見てちょっとあの確認していただければいいんじゃないかなというところですね、はい、あとこれなんですけど、はい、ポータブルベッドギター納期がだいたい1ヶ月ちょっとで全部揃います。あ、これはありがたいですよ ね、はい、ね、今キャンピングカーとかも考えてる人とかも納期を考えたら、はい、到底待てないと思うんですよ。です、はいはい、なのでもう今すぐ欲しいよって方はもうこのキットまるっと買っていただいたら、はい、バッテリーと車中泊、はい、もうすぐできるっていうことなんでね、はいはい、これはありがたいキットなんじゃないかなと、はい、あともう一つあのちょっと聞きたいのは、はい、サイズですよね、はい、これ今回は標準ボディのハイエース用なんですけれども、はい、こちらの家具はワイド用もあります。あ、ワイド用もある、はい、なので、ハイエース、まあ、標準ワイドかかわらず、はい、まあ、ちょっと値段変わる、ちょっとだけ変わります。ちょっと変わるんですね、はい、なその辺はまずはホームページ見ていただいて、はい、あとですねもう一つ、はい、購入するときどうしたらいいんですか。あのホームページにあの、はい、ポータブルベッドキットのページを通販みたいに買うサイトがあるんですね、はいはい、だから走行充電はまた別ですけれども、それも、はい、まあ、この動画が公開される頃にはあるかなと、ページが作ってあります、はい、作ってあるかなってとこですんで、はい、購入検討されてる方はねぜひレガンスさんのホームページの方から見ていただけるといいかなと思います。あとなんか言い残したことありますか。いやもうね、森さんが一台買ってくれるとまあまあまあベッドキットね、これで車中泊、あの僕意外とねキャンプ苦手なんで、はい、あの、はい、でもその辺はねちょっとあの頑張ってみたいなと思います、はい、今日どうも一日ありがとうございました。ありがとうございます、はい、そしたら今日の動画良かったって方は高評価ボタンとチャンネル登録をバーンと押してください。あとレガンスさんのね、ホームページとかあと YouTube チャンネルもやられてますんで、はい、その辺はね概要欄の方に添付しておきますんで、はい、そちらの方からご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。いや社長に怒られないかな。何ですか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。